利点のところに関してなんですが、大きく分けて3つあります。はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアークチュートリアル最強への道として最終章ともなりますブリーディングについてのご紹介となります。こちらアークの中でも重要な要素の一つでございますし、もちろん最強への道での最重要な部分でもございますので、順を追ってご案内させていただこうかと思います。要素としてもかなり多いものになっておりますので、今回は前後半2つに分けてのご紹介となります。まず前半に関しては基本的なところから順を追ってで成熟するまで育つまでのお話、後半に関しては変異等も含めた詳しくディープなお話をしていこうかと思っております。では長くなりますので実際お話を進めていこうかと思います。普段ですね、このような形でトラップであったり建築動画、冒険動画、あとこういったチュートリアルなどもお送りしておりますので、まあ、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。まずブリーディングとは何かというとこなんですが、恐竜同士を繁殖させて育成していくということになります。なぜブリーディングを行うか、利点のところに関してなんですが、大きく分けて3つあります。1つは前回お伝えしたような、最初いろいろ恐竜を探してテイムして仲間にするということになるんですが、やはり強い恐竜であったり特殊な恐竜であったりっていうのはなかなかテイムも大変になってきます。特に後ろのレックスくんのようにボス戦で使うものに関しては、やはり大量に強い恐竜を揃えないといけないという部分が出てきます。そこにあたってブリーディングを行うことによって量産することが可能になるということになります。強い恐竜を探して見つけてテイムしてっていうよりは、幾段か量産という部分に関しては簡単になるという部分ですね。二つ目がステータスについて、以前少しステータス編の方でもお話ししておりますが、ブリーディングを行うことによって親のステータスを子供が引き継ぎます。それによってそれぞれ確率ではあるんですが、親の強いステータスを引き継いで強い子供が生まれるという部分と、もう一つボーナス部分ですね。インプリントボーナスであったりとか騎乗ボーナスっていうのもつくので、野生でテイムした恐竜よりも強くなりうるというものになっております。例えばですが、後ろに通常のレックスが3匹います。で、真ん中がオス、両サイドメスなんですが、例えばオスのレックスの場合ステータスこういった感じになってます。こちらのレックスくんメスなんですが、ステータスがこういった形になってます。スタミナがオスの方が強くて、攻撃力とか重量とかですね、体力はメスの方が強いよっていう状態ですね。で、親のステータスをそれぞれ確率で引き継ぐ部分になりまして、一応強いステータスの方が 55%、まあ、若干引き継ぎやすいという確率にはなってます。で、うまいことそれぞれ強いステータスを引き継げれば、より親よりも強い子供が生まれるということになります。まあ、刷り込みボーナスとかそのあたりに関しては詳しくは後ほどご案内させていただきます。またステータスの合成に関しても後編でお伝えしていこうかと思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。3つ目に関してなんですが、同じレックスくんでもいろんな色があります。ちょうどこれは今緑っぽい色ばっかりなんですけど、これだけちょっと色濃いですね。他にも白であったり、イベントがあればイベントカラーの恐竜たち、変異があれば変異色がついた恐竜たちっていうのがいます。各恐竜ごとに各部位が決められていまして、そこに色がついていくというものになってます。
それにあたってブリーディングをすることによって親の色を引き継ぐという面もあります。なので気に入った色を試色に統一したりとかですね、組み合わせで色を作ってよりカラーリングがかっこいい恐竜を生み出すということもできます。まあ、そういった面で強さだけではなくて見た目の面でもブリーディングが有効になってくる部分があります。ちなみに余談にはなるんですけど、ペイントブラシを使うことによって恐竜にペイントを施すことができます。まあ、自分でカラー入れてですね、手塗りするっていう感じになるんですけども、一応それを保存したり読み込んだりすることができます。これはパソコン版でもプレイステーションの方でも可能です。PC 版の方に関しては、この読み込むデータをアップされているサイトさんなどもあるので、そういったところから持ってきてですね、データ入れて各恐竜にペイントを施すことも可能です。以前の金属のボードに絵を入れるのと同じようなイメージを捉えていただければと思います。ただいくつか注意点がありまして、まず一つが下地の色がですねやはり関わってくるので、こういった色だとなかなか色が綺麗に映らない場合があります。下地がですね白の方がピントとしては映えたりするものになりますね。思った色にならなかったりするので混ざって。二つ目の注意点としては、アップロードしたりあとこういったクライオポットに入れてしまうとペイントはリセットされます。で、色として3つ目に関しては、イベントのキャンディで色がランダムですが、その時のイベントカラーに変わったりはします。ただし、24時間の時間限定と、ポットとか入れれば消えてしまうという部分はあります。利点としては以上ですね。続いてそのままですね、交配に関して条件があります。まずは当然ながら異性であること、オスとメスであることが必要です。ちょっと例外的にメイビングは性別がないんですが交配ができたりするので、それ以外は基本的にオスとメスで交配するということになります。あとは交配範囲っていうのが各恐竜ごとに範囲が決まっているので、基本的には大きい恐竜がちょっと広めで、ドードのようなちっちゃい恐竜に関しては結構範囲が狭かったりする場合もあるんですが、有効範囲内であるということ、離れすぎると交配できなくなります。割と離れていても交配できる場合もあったりするんで、ちょっと恐竜によってにはなってくるんですが、ドードは割と狭いっていうところがあります。次に追従をしていないということ、プレイヤーとか他の恐竜とかに追従の状態になっていると交配は行われません。動いてなくてもですね。あと重量オーバーでないこと、いろんなものをいっぱい詰め込んでいて多少入ってでももちろんいいんですが、動けないぐらいの重量になっていると交配はできません。あと騎乗してしまった場合に関しても交配はされません。途中で乗ってしまった場合もキャンセルされますんで、ご注意いただければと思います。あと恐竜に関してですね、一応オプションのところに去勢という項目がありまして、これ去勢をしてしまうと当然ながらブリーディングすることはできません。あとは交配のクールタイム、オスは関係ないんですが、メスの場合交配して卵を産んだり出産したりするとクールタイムが発生します。クールタイム中は、まあ、当然交配はできないというものになってます。クールタイムなんですが、一応ポットに入れててもここに関しては時間は進みます。産んでからポットに入れていても別に問題はないです。クールタイムの時間が過ぎればポットの中にいたままでも交配できる準備はできます。あともう一つ、出産しなくてもクールタイムが発生する場合があります。それはサーバー間の転送をした場合なんですが、恐竜をアップロードしてダウンロードした場合に関してはクールタイムが発生します。産んだ時と同じぐらいのクールタイムになりまして、このクールタイム恐竜ごとにもちろん異なってまいります。他のサーバーの恐竜と交配させようと思って移動させたら、そのクールタイム分時間を待たないといけないということになります。ただしオスを移動させる分にはクールタイムないんで問題ないです。メスだけご注意いただければと思います。まあ、交配の準備として最終的な注意点のところですね、これは以前ステータス編でもご案内しましたが、種類ですね、今の通り X 君であればこの原種とテック、エクスティラの亜種にあたる部分がいるんですが、それぞれ別の種類となってます。なのでこうテックレックス君はメスです。でエクスティラのオスです。交配にしても何も始まりませんし、メイトブーストももちろんかからない。
っていうものになっているので、テック生物はテック生物同士、アシュはアシュ同士ですね。 X であれば X 同士、 R であれば R 同士、アベレーションの変種であれば変種同士というところで合わせていただく必要があります。ここがまず交配を始める上での準備部分、必要条件というところでもありますし、注意点というところでもあります。以上です。ではですね、実際に交配をしていく上で仕方についてお話ししていこうかと思います。まず交配するにあたって2種類あります。一つはもともとこの交配方法だったんですが、放浪モードにするというところがあります。これですね。まあ、それぞれ交配にすると、いろいろ動き回るというものですね。あと一応食糧値の減りが早くなります。次に、メスの方も放浪にします。すると、このような形で交配が開始されます。交配中になってますね。ただ、一定範囲内である必要はあるので、このように柵で囲っています。まあ、通常だと、いろいろ動き回って範囲から外れてしまったりっていうことがあるので、で、メスの方はこういう交配ゲージっていうのが進んでいて、交配が終われば卵を産んだり妊娠したりというものになります。まあ、種類は後ほどご案内しますね。もちろん先ほどの条件の通り、追従をしていたりとかしていると、またこの間で非常したりとかすると、交配はキャンセルされてしまいます。あともう一つですね、動き回ることに関して全体停止っていう口笛があります。これを行うことによって恐竜が動かなくなります。放浪中でもですね。なのでこれを連打することによって放浪中もあまり大きく動き回らずに交配をしてもらうということが可能になります。なので昔は交配中放浪にしてこのように動かないようにしてこの交配が終わるのを待つっていうパターンがありました。まあこういう感じで交配が終わった状態ですね。もちろん交配終われば放浪モードはオフにしていただいていいです。通常の恐竜に関して他のものもそうですが、習性の交配化のここを入れていただくと他のはもう入れてるんで、こういう感じで交配がスタートします。これであれば特に囲う必要はないので、ただ交配範囲内で重量いっぱいじゃなくて非常してない、追従じゃないっていう条件を満たせば交配ができます。ちなみに交配中はこういう赤いマークがつきます。これがついてなければ要は交配してないんで、範囲外とか何か条件を満たしていないということになります。オスはただ交配中で出るんですが、メスの方はこういった交配ゲージが進んでいくということになります。この間に余談なんですが、ジェネシスで入ったこのテック監視コンソールというのがあります。で今ここに設置してるんですが、こうやってブリーディングを監視することもできるんですが、実はですね、そのまま例えば方向もできるんですけど、サークルメニューを開くことができます。もちろんインベントリーを見たりとかはできないんですが、修正、交配可能とか不能とかを変えることができます。今押したんで不能になってますよね。なのでこれをすることによってどうなるかっていうと、離れたところから有効範囲であればですね、クールタイムを見て交配できるようになっていれば交配にしたりとか、あと卵生まれたら交配不能に変えたりとか、遠距離から操作することができます。もちろん名前も付けれるので、 X 用とかギガ用とかですね、して広く拠点を取っているところではかなり便利に利用いただけるかと思います。交配をして終えるとこういう交配の準備期間っていうのが生まれます。今ちょっと短くしてるんであれなんですけど、通常はまあ1日だったり恐竜によって異なってきます。次、卵を産むまでの時間ですね。普通の卵は産むんですけど、交配の有精卵を産むっていうことはクールタイムが終わらないと次の交配ができないということになります。これがまず基本形ですね。今のが陸上生物になるんですが、もちろんですね、こちらのアンコウ君であったり水中生物ですね、ここはバシロとかモサとかそういったあたりも含めてカちゃんもですね、なんですが、水中でないと交配はできません。交配の仕方はまあ一緒なんですけど、アンコウの場合はこういった卵を産みます。ただこれ地上に出しちゃうと壊れます。水中でないと生存できないので、間違って地上で卵出しちゃうと破壊されます。注意がいるのは、
テイスティス君の卵なんですが、アンコ君のよりかなり大きいです。なんで浅いところで出してしまうと壊れます。ご注意ください。もう一個なんですが、こちらの両生類2種類ですね。ベールゼプフォ君とディプロカウルス君に関しては、こちらも水中でないと出産ができません。交配ができません。ここで交配可能にしても、まあ、陸上もそうなんですが、歩けるぐらいのところですね。に関しては、こうやって水の中に移動すると交配できますってなります。光ってるだけではダメなので、ご注意いただければと思います。これぐらいの深さになると、これメスが泳いでる状態でオスが泳いでない状態なんですが、この距離でも、交配はできません。なのでオスもメスもこの泳げる状態の距離になって初めてこのように交配が始まります。この分に関しては、生まれてからも、出産して卵を生まれて帰って幼年期、子供の状態でも水中から出れば死んでしまいます。成熟するまではずっと水中にいないといけないという状態になりますので、ご注意いただければと思います。あと、もともと爬虫類系って出産できなかったんですが、今は出産できるようになってます。普段卵を産むとですね、こういった形で最初は拾えなかったんですけど、今は孵化装置の兼ね合いが拾えるようになってますんで、まあ普通の卵と変わりなく利用いただけるようになってます。ちょっと苦手な人がいるかもしれないので、出産は置いときます。あと、特殊な交配のものが3種類います。匹目がこちらのマグマサウルスくん。オスに関しては別に普通に交配可能に設定ができます。ただ、メスに関してはこの状態だと交配可能が出てきません。で、どうするかっていうと、マグマに入ります。すると交配可能って出てきます。で、この場合、オスは特にマグマに入ってなくてもいいです。交配距離にさえいれば、マグマの外にいても問題はないです。メスはマグマの中にいていただく必要があります。まあ、ここちょっと浅いんですけどね。それでも、あるんで、こういったところにしていただくと結構便利ですね。深いところだとちょっとマグマ入らないといけないので、マグマに関してなんですが、マップによってマグマの温度が違います。アイランドのマグマはダメージも入るんですけど、ギリギリ生きれるぐらいの温度です。ラグナロクは即死します。で、ジェネシスとかロスアイランドに関しては、おそらくこのマグマサウルスの設定の兼ね合いだと思うんですが、割とぬるいです。で、入っても結構生き残れます。こういう感じですね。50ぐらいずつ食らってます。割と生き残れます。なんで、卵拾うぐらいはなんとかなる感じですね。このように交配が進んでいくというものになります。こんな感じね。はい、卵生まれました。卵なんですが、こういう感じですね。うまくいけば上から拾えたりするんですが、うまくいかなければこういう感じでマグマに入って拾わないといけないということになります。続いてメガケロンなんですが、水中ブリーディングではあるんですけども、こういった形で水中でも交配可能って出てこないんですね。メガケロンの場合は、これでスタートしましたね。深海拠点を作ったりとかですね、もしくは交配する時だけ深海まで夫で連れてきて交配するっていう感じになります。なんで、割とメガケロンに建築とかをしてると交配は大変になってしまいます。夫が使えないので。はい、生まれました。こっちですね。で、フェロックスくんに関してなんですが、フェロックスくん中毒症状があります。エレメントを与えると変身するんですけど、与えるほど中毒症状が進みます。で、メスの方に関してはこの中毒症状が 95% より上でないと交配ができません。今 99% あるんで、交配可能ってするとこのように交配が進んでいきます。注意しないといけないのが、中毒症状っていうのが徐々に減っていきます。時間が経てばですね。エレメント与えると凶暴化して大きい状態になるんですが、大きい状態のままだと交配ができません。この小さい状態でないと交配ができないので、この減少を見て、例えばギリギリ 96% とかで開始した場合、この交配を行っている間に中毒症状が 95% 以下になってしまうと交配は中断されます。
なのでここに関してはですね、減らないように余裕を見てですね、中毒症状エレメントを与えてから交配する必要があります。エレメントを与えるので結構交配するのにエレメントを使うことになってしまいますね。もちろんクールダウンもあるんで減ってしまうと思うので。続いて交配の種類に関してなんですが、2種類あります。アルゲンであったり主にまあ恐竜たちに関して、このように卵を産むタイプと、羊であったり主に哺乳類に関しての妊娠をするタイプの2種類があります。これは水中でもあります。まあ、こういった形ですね。卵タイプはこういった形で卵を産む、であとは拾うだけです。で、妊娠タイプに関してはこういった形で孕むので、このまま生まれるのを待つだけです。卵タイプはインベントリに入れていれば腐敗時間はあるんですが、7日とかなんで冷蔵庫にいればもっと増えます。体力も減らないですし、孵化も進まないです。ただ妊娠タイプに関してはこうやった形で進んでいくので、妊娠してしまうと生まれるまでは待たないといけないです。妊娠タイプに関しては、まず妊娠すると食糧値の減少が通常の2倍になります。なので食糧値の管理、餌箱とかの餌の管理はちゃんとしておかないと、妊娠して母親ごと食糧値なくなって死んでしまうっていうこともあり得ます。あともう一つ、こっちも妊娠今させてるんですけど、今妊娠してますよね。ただこの状態でポットに入れてしまうと交配がなかったことになってしまいます。で、交配の準備期間がスタートするという状態になっちゃいます。なのでポットに入れて置いておくっていうことはできません。妊娠タイプに関しては生まれるまでは待たないといけないので、この時間も考慮して交配させる時間を考えないといけないということになります。妊娠に関してはそういった形です。では続いて卵の孵化についてなんですが、まず卵によってそれぞれ適温が違います。例えばアルゲンタビスみたいにこうなると暑いってなってしまうんですね。バイオームによって温度が違うので、こうなると寒いところを探しに行かないといけないです。最初の段階ではですね、例えばクス君だとこんな感じで寒いってなります。で、寒いってなった場合はこういった形でかがり火を置いていただいて、まあ、点火をいただくと、これで孵化タイマーが進むことになります。暑いとか寒いになっていると卵の体力っていうのが減っていって、ゼロになると消えます。ここに関してなんですが、放置できないのが周りの温度に左右されます。例えば天候が変わって雨になったりとか、夜になって気温が下がったりとかすると、また寒いってなったり暑いってなったりする場合が出てくるので、かがり火とかこういったものの数で調整したりとかいろいろしないといけない場合が出てきます。まあ、もちろん恐竜によって適温が違うので、場所によってはそれこそ何もしなくても放り投げるだけで生まれたりするものもあります。温度に左右するものに関しては、かがり火の他にこの石の暖炉、焚き火ですね、あと精錬炉とか工業炉とかに関しても周りに温度を発するので、火つけるものですねに関しては基本的に温度を上げるので、それを使うことができます。ただ焚き火とかにするとちょっと生まれてから焼けてしまったり火ついたりとかあるので、ご注意いただければと思います。かがり火がコンパクトですし数も置けるのでベストかとは思います。次の段階としてここですね、エアコン。こんなにいらないんですけど、エアコンは周りを適温にするという機能があります。なので暑くても寒くてもこのように適温で孵化をスタートすることができます。こんな感じですね。一応生物としてですね、カワウソもそうなんですが、メトロドンという恐竜がいます。これに関してはエアコンと同じ効果があります。ただエアコンよりも範囲は狭いです。こういう形で近くに置けば孵化を進めることはできます。で、ジェニスで入ったこちらですね、孵化装置、これに入れていただくとこのような形で孵化が進んでいくっていうものになります。一応外からも見れるようになってまして、レティクル合わせると内容が見れます。温度設定ができまして、ここの気温操作で温度を変えれます。卵ごとに適温があるんで、詳しくは前回お伝えした労働デックスを見ていただくと載ってます。で、そこに合わせていただくと孵化ブーストっていうのがかか
って負荷のスピードが上がります。2種のもの適温が違うのでこっちには負荷ブーストはかかりません。温度が合ったものだけになります。あとこう色を見れたりとかステータスを確認できたりとかはあるんですけど、こういう感じですね。変異回数とかも見れたりするんで、こういったところであらかじめ生まれる恐竜の内容性別が見れたりもします。詳しいところはまた別途お送りしますので、今回は簡単にご案内だけしておきます。生まれたらですね、卵に限らず哺乳類も一緒なんですが、時間いじってるんですぐ生まれるんですけど、このように生まれた場合ですね、まずはこういう形で擦り込みをします。そうですね、これで自分のものになります。擦り込んだらすることがありまして、まず追従を切る、攻撃目標を無抵抗ないと周りに敵対距離を行くとそっちに向かっていってしまうんで、あと追従距離は低か最低、ワイバーンとかはもう最低でいいと思う。基本的には低ぐらいで様子を見て恐竜に合わせてっていうところでしてもらったらと思います。味方を見る無効化、これもしておいた方がこっち向いてスタックするっていう場合があるんでご注意いただければと思います。育成としては幼年期、少年期、青年期があって成熟するというものになってます。幼年期に関しては勝手に餌を食べないので手渡しで餌を与える必要があります。基本食料値に関しては最初は 10% からスタートです。体力もですね、重量、食料値、体力に関しては成熟度に合わせて増えていくことになります。重量値が低い恐竜とかに関しては最初はあんまり肉とか持てないのでこまめに補充してあげないといけないということになります。今ちょっと倍率が上がってるんで楽ですけどね、昔よりは。コロナのおかげっていうところもあるんですけど、餌の回復量なんですが、回復量としてはそれぞれ異なっていきます。ベーシックキブルが一番効率よくて生肉とかになっていくんですけど、魚肉が少ないです。草食に関してはさして違いはないんですけども、一応各ものによっての回復量はこちら。これにあたって重要なのがバリオニクス君とペラゴルニス君もそうなんですが、この2種に関しては魚肉しか食べません。通常恐竜って食料値の少ないものから食べるので魚肉を先に食べられてしまうんですね。なので同じ餌箱で、肉食育てた場合、他の恐竜にも魚肉を食べられてしまうので、バリオニクス君とかペラゴルニス君、魚肉がなくなって普通の生肉だけになって餌が食べれずに餓死するということがありえます。なので餌箱を別で用意して他の肉食がそこに関与しないようにするか、もしくは直接インベントリーに魚肉を詰めておくっていうところが必要になります。おすすめは直接インベントリーに放り込んでおくっていうのがおすすめではあるんですけど、そこはご注意いただければと思います。一応ですね、ケアに関してはこういった形で、今ちょっと時間いじってるんで短いですし 1% になってるんですが、ケアっていうのがあります。公式とかですと普通まあ8時間に1回とかになるんですけど、これに関しては成熟のスピードとケアの時間ですねを見て、だいたいパーセンテージが算出されているイメージです。距離によって違うんですけど、基本的には割とギリギリだったりちょっと余裕があったりっていうのは恐竜によってあります。割と基本ギリギリだったりするんですけど、ケアにもいくつか種類があって、こういった形で世話をしてもらいたがってっていうものに関しては撫でてあげるだけで擦り込みが終わります。散歩に関しては追従をしてっていうことになるんですが、ワイバーンとかですね、ギガとかだと散歩大変なんで一応リセットする方法があります。クライオポットを持っていたらこのように入れて出したらリセットされます。な感じですね。ケアに関してなんですが、まずポットがない状態で持ってないものを要求された場合はそこで終了となります。それ以上擦り込みができないっていうことになりますね。通常恐竜の場合、ワイバーンとかは一応求められるのミルクぐらいか擦り込み散歩とかになってるんで、そんなに済んでしまうことは少ないと思うんですけど、ミルク持ってないっていう時ぐらいだと思うんですけど、通常のケアの要求されるものはこんな感じです。
ケアに関してキブルが求められた場合なんですが、今寛容を欲しがってます。もちろんベーシックキブル、これまあ0番スロットにと与えれるんですけど、まあ寛容でベーシック持ってももちろん与えれない。ただし今特急を持つと鉄球を与えてなだめようになってます。テイムの時と一緒なんですが、上位のもののキブルを与えると釣り込むことができます。まあもちろんもったいないですけどね。なのでリセットできないよと、上位のキブルは持ってるよっていう状態であれば、上位のキブルで使うことができます。次に、クセを助けてくれる恐竜が2種類います。一つがこちらのプロコプトドンですね。プロコプトドンに関してはまず注意点があります。効果を持つのは袋の中に入れるんですけど、メスの袋だけです。オスに入れても効果はないです。二つ目はオスメス、このメイトブーストがかかっている状態でないと効果を発揮しません。メスだけでは効果は発揮しません。でその上でメスで近くに寄ってサークルで拾うってできるんですが、大きい恐竜は入れれません。袋に入れれるだけなんで、幼年期のレックスは入れれないんですが、アルゲンタビス君は入れれます。こういった形でアルゲン君が中に入っているという状態。ちっこい恐竜であれば入ります。例えば育ってきて大きくなっちゃうと袋から勝手に出たりします。効果がある場合はこのように哺乳瓶のマークがつきます。例えばオスからこうやって離れてしまうとメイトビーストが切れて哺乳瓶のマーク消えましたね。今近くにないと効果を発揮しません。何の効果かっていうと2つありまして、1つは餌は自分で与えないといけないんですけど、まあ、こういう感じでですね、アルゲン君開いて餌を与えるっていうことはしないといけないんですね。ただしお腹をすくスピードは減ります、通常よりですね。で2つ目がケアに関して、さっきみたいにバーなんですけど、袋に入れたままケアすると倍の数値になります。なのでこの袋に入れた状態でケアが8時間以上ですね、この袋の中に入っておける恐竜であれば1回分ケアをスキップすることができます。もちろんずっと入っておけるんであれば何回分もスキップできるようになるっていうことですね。要は擦り込みが終わればあとずっと育つまで放置しておけるので、少年期以降であればあとは餌箱を切らさなければっていうところですね。なのでそれをスピードアップすることができるというものですね。かなり必須の恐竜になってます。特にアルゲンとかフクロウとかちっこいものを育てる場合とかはかなり便利になります。もう一匹がこちらのメイウィングなんですが、もちろんアルゲンもできるんですけど、同じように拾うことができるんですが、メイウィングの場合はレックス君も入れることができます。しかも1人1匹ではないです。4匹は入れれるので大きいのも入れれます。大きくなりすぎればもちろん出ちゃうんですけど、結構サイズの余裕があります。もう少年期になってたんでいいんですけど、メイウィングの場合は幼年期の赤ちゃんにも餌を与えてくれるという効果があります。メイウィングのインベントリーの中に餌を入れておけば勝手に与えてくれるんですね。あともう一つがこのように授乳有効化っていうのがありまして、この状態で範囲内の子供に餌を与えることができます。まあもちろんインベントリーに入れてですね。なのでかなり便利にブリーディングをできるようになります。一番ブリーディングのネックはこの幼年期に手渡しで餌を与えるっていうのがかなり大変なので、擦り込みはまあ8時間に1回なんでそこだけ調整すればいいだけなんですが、やはり幼年期の餌やりは大変なので、そこに関してですね、やはり勝手にしてくれるっていうのはとても助かる恐竜になってます。ブリーディング班に関しては一般でもそうなんですけど、メイウィングかなり必須恐竜になっていると思います。以上です。ちなみに擦り込みに関しての効果はないんで、餌やりという部分だけになってます、メイウィング。餌に関してなんですが、ロックドレイクとかですね、ワイバーンとかなんですが、マグマサウルスもですね、デイノニクス以外の卵を盗んでくる育成系に関しては餌が特殊になってます。ロックドレイクとか昔は交配できなかったんですが、今はこうやって交配できるようになったんですね。別サーバーで卵を産むこともできるんですが、ドレイクの餌ってネームレスの毒なので、今現状でいくとネームレスが出てくるアベレーションでしか餌を手に入れることができません。なんで他のサーバーで育成しようと思ったら持ってこないといけないので、
かなり大変です。転送中に消費期限切れてしまったりとかもあり得るので、基本的にはまあアベレーションで育った方が楽っていうところになりますね。ワイバーンは割と今いろんなマップに出てくるようになったんであれなんですが、クリスタルワイバーンに関してはクリスタルアイズでしか手に入らないので、マグマサウルスはロスアイラノができたことによって異様で対応できるようになったはずなんで少し楽になりましたね。ただ通常の餌ではないんで注意が必要です。あとケアに関しては、先日お伝えしたリーパーですね、出産してから幼年期に関しては攻撃されます。なので何か擦り込みとかする場合はリーパーのフェロモンが必要になります。リーパークイーン倒した時に手に入るやつですね。一応メイビングで拾うことはできます。メイビングで拾えば箱の中に入るんですが、移動ももちろんできるんですけど、攻撃は近寄るとされます。攻撃されるとリーパーの食料値が減ります。まあ、ここはちょっと特殊すぎるので、また詳しくはご案内させていただきます。最終的に刷り込みをするとどうなるかっていうと、これ刷り込み 100% なんですね。刷り込み 100% になるとここの数値が 20% プラスされます。数値的に増えてます。これまあレベルも上げてるんであれなんですけど、もう一つ右上にブーを合わせたようなものがあると思うんですが、騎乗ボーナスがあります。刷り込んだ人間が騎乗している場合に関しては、これは数値的には出てこないんですが、攻撃力防御力が 30% アップします。特にボス戦とかに関してはやはり沈り込んだ恐竜に乗るのがベストです。まあ、ソロの場合は主にどちらにせよユーティラヌスに乗ることにはなると思うんですけど、あともう一つ出産に関しての注意点として、マナガルムポットから出しても飛んでっちゃうところがあるんですけど、マナガルムは妊娠タイプになってます。これで妊娠しましたね。まあ、ちょっと数値いじってるんですぐ生まれるんですけど、マナガルムの赤ちゃんなんですが、生まれるとこうやって飛んでっちゃいます。なので外でやってるとどっか行方不明になる可能性もあるので、囲われたところですね、少なくともマナガルムの下半身の部分ぐらいは囲まれたところに突っ込めるように何か作っていただかないとどっか飛んでっちゃうっていう可能性があります。あと育成の途中もポットから出すときですね、このように飛んでっちゃいますんで、あまり飛ばないときもあるんですけど注意いただかないと他の恐竜と違ってどっか行っちゃう可能性があるんでご注意いただければと思います。上目に投げればこれぐらいで済みます。こういう平らな基地の中であればですね。一応双子とか三つ子、通常双子が 10%、 三つ子が 2% ですね。あとまあ変異とかもあるんですけど、現状として都市伝説でですね、オビラプトルとか出現効果を高めるみたいなお話もあるんですけど、公式ウィキ的な発表としてその辺を促進する双子三つ子を生まれやすくするような恐竜は今のところはいません。なんでその確率でのみ出現するというものになってます。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はブリーディングの、まあ、基本編ですね、前編として基本のところからですね細かくご紹介をさせていただきました。うまくお伝えできていれば嬉しいです。また後半の方でですね、詳しくディープな変異のお話をしていこうかと思っておりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。普段こういった形でトラップ動画であったり建築動画、冒険動画、あとこういったチュートリアルもお送りしておりますので、まあ、少しでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、今回作った資料なんですが、またツイッターの方で流そうかと思いますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。